博多感すごいですね。もうすごいテンション、もう初めて会ってもすごいテンションで、ココマさんちゃんとくれてんねやんか。足がすごい長く見える。第一印象はやっぱなんかだいぶ変わったことで待遇が良くなったというか。テンション高いですね。ちょっと私のとっておきの館に行きたいと思います。ほんま橋口くん特別やで、これ入れるの館ってなんですね。ちょっとそれを見てのお楽しみ。OK。 あー来てくれてる。どうぞどうぞ。館感すごいですね。だから館って言ったよ。どこが危険な館やん。館やん。え、橋口くんすごくない？うわぁ、え、君はどんな大人になるね。すいません、勉強させていただきます。素敵なオーナーさんでしょ。初めまして。あれ、今ちょっと予測じゃないですか。本間さんはめっちゃおしゃれでさ、これからミューズのジャケットで、これはミューズのジャケットで、あ、これミューズのジャケットなんです。スタイルもめっちゃ良くない？そうそう、ミューズの、あの、スーツのね、下と、これ、かっちゃんとお揃いよね。そう、私とお揃いです。で、作ってもらいました。すごい素敵ですね。素敵ジュエリー相当素敵やで。ここ危険やからね。そうです、危険。危険ってどういうことですか？危険なのよ。あ、出た。危険なの。危険。シャネル、シャネルパターン。今日は見るだけや。シャネルパターン。シャネルパターン。シャネルパターンもすごかったな。そういう感じです。これが可愛いのは知ってるんですよ。可愛いでしょ？そう、可愛い。めっちゃ可愛い。でも我慢してんねん、これ今。これ何なんですか、その。意思的にはこれはヒマラヤのレモンコーツです。 3000m 級から取れたレモンコーツをカットしてジュエリーにしています。これがこの石やから価値があるとか、投資にとしてもう持ってたらいいとか、そういう感覚で買わなくて、あとは安いから欲しいものは買うべきじゃないと思ってるから、ほんまに欲しいと思ったら別にそれがさ、その辺に転がってる石ころでもいいわけよ。だからその正直、うん、あのまゆみさんのところで買わせてもらって何の意思かとかはもう全然分かってないやけど、なんてそれでも欲しいって思えたらなんかそれでいいみたいな感じ。正直、うん、その分からへん、そのヒマラヤのとかってなってもっていう。だでも信頼やんね。あとはどこかの鉱山で取れてとかっていう、別に説明いらんやん。いいものって絵もそうやけどさ、それを見た人がどう感じるかやんかが全てやと思うから、それが芸術やと思う。シャネルもそうやけど。上手にまとめた。いつも上手に喋ってる。喋ってはる。いつも本当に上手に、お話しされてて、勉強になるわ。ちょっと今はね、ちょっとしからことの近づくのもありますね。じゃあ橋口くん、退散しようか。そうですね。仕事ですもんね、だって。仕事が続くのね、今日。そうなんですよ。まあでもね、かっちゃんが大阪に来たら、みんな会いたい人たくさんいるからね。本当ありがたいことに、もう、ずっとで。お疲れ様でした。めちゃめちゃ幸先いいですね。そうやろ。なんか、いい、なんかこう。いい一日の始まりやろ。なんやろ。すごく、気持ちのいい空間でしたね。なんかそう、めっちゃエネルギーが溜まってるからさ、やっぱ行ったらすぐ分かるよね。そんな取られへんねん。3取ってもらって、打ち合いで 0.2、うん、打ち合いでね、これ打ち合いが結構余るよな。サイズゲージが46だったんですけど、これをやっている間に、もう本当にずっと来てくれてるんです。10年春夏秋冬欠かさずに、ありがたいです。で、最初の頃はずっと私の思いばっかりをずっと聞いてもらってました。永遠と何時間も毎回同じ話。すごくない？めっちゃ優しくない？毎回同じ話ずっと聞いてくれてて、もうすごいテンション、もう初めて会ってもね、すごいテンションで来てくれたから、初めてじゃないぐらいの感じので、そう嬉しかった。お客さんがあんまり来ないお店だったから、お客さん来たみたいな感じですごい嬉しかった。じゃあもう何着ぐらいスーツ買ってあるんですか、レミューズで。20着以上。それね、10年ぐらいから。で、
よろしくお願いします。はい、ありがとう、ありがとうございます、はい、あ、時間がなかったな、お疲れ様でした。あ、そう、もうあのスカバルが残念すぎてやばい、すごい綺麗なスカバルのブレーがあったのに品切れててさ、ショック、すごい綺麗やったのに、あれ気持ちかったな。あ、そっか、なんかそのもう生地自体もそんなにいっぱいあるものじゃないんですね。生地が切れちゃってたから。オーダーお疲れ様でした。お疲れ、めっちゃいい社長やったやろ。めちゃめちゃいい人。そうだね、だってもうさ10年間やで、ずっと変わらずにずっと来続けてくれてる。ほんまに本当にもう昔からの方が末永く、ね、関係を持っていられるように、自分もこう変わらぬ思いを持って大切に接していかないといけないなと思います。本当もう感謝しかない、マジでって感じ。行くぞ、橋口くん、時間ないぞ。お疲れ様です。行くぞ、橋口くん。はい、急げ、急げ、タクシー、タクシー、タクシー、なかった、なかった、なかった。あのタクシーに乗るぞ、橋口くん。わかりました、行きましょう。大阪でもバタバタですね、結構。そうやね、大阪はさ、まあ、月に1回、4日ぐらいしか来ないから、もうカツカツアポ、カツさんだけ。本当に一番大事にしてるのは大阪のスタッフに会いに行くっていうことを大事にして帰ってる。その1ヶ月に1回、3、4日しか時間を共にしないんで、週例とかで話が2時間とか3時間とか、やっぱりリアルタイムで聞いてあげれてない分、悩みとかこういう時どうしたらいいんだろうとか、その今の気持ちの心境どうかなとか、どのスタッフもそうやけどね、常に思ってるかな。じゃあ着きましたので、時間ないんでちょっと調整してきます。お待たせ。そしたらちょっとこの後接客があるから、店ダッシュでまた戻ろうか。前戻ります。タクシー、タクシー。ほんまに行ったり来たりですね。ほんまに行ったり来たりで、こっちにまたあれ乗ろう。結構お付き合い長い方なんですか？結構大阪の人はみんな長い。大阪時代からやから、なんか大阪の人たちもみんなすごい。え？そこかな。え？じゃじゃーん、じゃじゃーん。あ、ちなみに何を買われたんで、今回何を納入されるんですか？靴とベルトとシャツとコートとスーツ。え？お、すごい。え、めっちゃかっこよくない？いいですね。このベルトに合わせて靴もすごいね。見て、やばない？おお、すごい。めっちゃかっこよくない？あ、今日のスーツ見ちゃうよ。コーターってすごいですね。これ着れるの、うん、私か、かぐらいで。これはご自身で選ばれたんですか、この色は？そう、お任せが結構多くて、この時はでもなんかシルバー絶対いいって多分言ってて、シルバー合わせやすいね。シルバーってめっちゃ優秀やねんね、女の子のパンプスでもそうやけど。へぇ。でもやっぱりさ、仕事にとってさ、縛りがある人とかはさ、シルバーとか着づらかったりするやん。はい。だけど基本的に仕事にそんな縛りがないから、だったら着たいよね、着れるんだったら。あとこれ、おー、綺麗な色やね、このベルト。使いやすくない？めっちゃ使いやすい、うん、すごい。あ、綺麗ですね。綺麗よね。この靴めっちゃ優秀で、その補正線でも 80% の日本人の足型に合うように7年かけて研究して開発されたものなんですよ。日本の職人さんがさ、3ヶ月かけて縫い上げてる。あ、靴に3ヶ月かかってるんですか？そう、縫うのに3ヶ月かけて、その柔らかいねんか、その牛革が。で、それによって靴って最初納品したての時痛くて履かれへんくて30年かけてなじませるねとか言われるんだけど、でもこの靴はすぐ履ける、柔らかいから。うわ、かわいい。これ私が選んだシャツや。かわいい。自分が選んだシャツ。これめっちゃかわいいで、前言ってたちょっと重く出ますね。すごっ、超可愛くない？めっちゃおしゃれじゃない？ちょっと貼ってみる今。あ、めっちゃおしゃれ。え、超おしゃれ。今ちょっとめっちゃおしゃれと思ってるよ、思、うん、着心地とかはどうなんですか？なんか軽くてすごい、なんかそうですね、全然なんか肩こらない感じありますね。そう、あとこんだけさ、モコモコしてるのに着膨れせえへんねんか。すごいなんかこうモコモコして、確かに着膨れしそうと思いました、ね、最初。そうだね、でもあのパターンをジャケットのパターンから抜いてるから腰の位置が一緒やねんか。で、そうすることによってちょっと正面から見てもらった時も、ここがさ、ちゃんとくびれてんねんか。で、足がすごい長く見える、ここから始まってるように見えるからっていうところとかが全然違う。すごい技です。っていうブランドですか？スケバルっていうブランドの中のゼウスっていうコレクションがあって、これ光沢すごいから、ちょっと見て、ほら
ほら、おお超かっこよくない？スローヘンじゃない？くびれがかっこいいじゃん。くびれがすごいいいですね。めっちゃ上品。めっちゃ綺麗。大事に来てほしいな、この子は。すごいな、これすごいな。いいんじゃない？ほんまに衣装ですね。でもなんか、まあ本当にすごいのがスーツを作ったらスーツに合った仕事が寄ってくるっていう、それは本当にいつも感じるから、もともとあのさっきのシルバーのスーツ作った時もこれちょっと初めてマジどうしようってなったけど、結果的に結構しっくりくる場面があったりとかして、多分みんなその経営者の人が通ってる一つの理由でもあるのかなって感じですね。自分では選ばない記事を選んでもらうことで行く場所が変わって、出会う人が変わったみたいな。そうそう、結局世間に提示するものを言葉でも衣服でもそうだけど、変えることによって世間からのものが変わるから、うんうん、それアウトプット変わったらインプット変わるよねっていうのと一緒で、うんうんうん、なんかさ、なんでこの人掴まなあかんのとか、うん、ここで自分が果たさないだから役割やねん、うん、の時にちょっとそういう系のスーツを着て登場したら、うんうん、もう大体最初の印象で勝つというか、それはある。業種交流会とかやっぱ初期の頃結構いらしてもらってたんですけど、第一印象がやっぱなんかだいぶ変わったことで待遇が良くなったというか、なんかこう社会からの実際自分が何者でなかったとしてもスーツを変えたことでこの人何者なんだろうってやっぱ綺麗になってもらえる機会が増えることで、必然的になんか自分もちょっとこんなに期待されてるのに家でゴロゴロしてるとかちょっと申し訳ないなみたいなって、ちょっと頑張ろうかなって思ったりとか、なるほどっていうのに自分が後追いついていくというか、そのパターンがめちゃくちゃ多かったんですよ。それでなんかこう自分の目がどんどん覚めてくる的なのはあるかもしれない。やっぱもちろん着心地も抜群なんですか、その着心地ですね。本当に肩こらないっていうか、本当なんか疲れないですね。トイレットペーパーもさ、めっちゃいいトイレットペーパー使ってさ、もうそのトイレットペーパー使えなかった。なるほど。ビクトリートイレットペーパー。そう。ティッシュもさ。じゃあありがとうございました。またね。また来月。はい。また来月。今日最後ですか？最後お疲れ様です。最後です。なんか新しくできたホテルで行ったことないんですけど、めっちゃ雰囲気良さそう。わ、ロイヤルパークホテル、ここで打ち合わせですか？そう、でも最後の打ち合わせがいいとこやったらちょっとテンション上がるよね。一緒っぽいですね。何それ。社長、いつも、いつも出会っても私は。じゃあ、ここで待ってます。はい、いらっしゃいませ。お疲れ、はじめじく、ありがとう、ほんま遅くまで。初めての大阪一日密着見てくれてありがとうございます。結構やっぱり出張来るともうスケジュールカツカツになるんですけど、まあかなり充実した日々を出張来るために過ごさせてもらえてます。今日の初めての大阪一日密着が、まあ、ちょっと面白かったなと思う人はなんかコメントしてもらえると参考にもできるし嬉しいです。面白かった人はいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご飯買いに行こう。リアル。リアル。めちゃリアル。